今回アメリカの大学で学部を変更しました。Hey guys, I'm Gak. How are you? I'm good. 今回アメリカ留学している僕なんですけど、コミュニケーション学からシネマっていう学部の映像を勉強する学部に変更しました。そこで今日は僕が学部を変えた理由とか、これから何を学んでいくのかを話していきたいなと思います。でこっちに来て学部を変えた理由なんですけど、まずこっちの留学に来てそんなに目的を持たずに来ちゃったんですよね。だからコミュニケーション学を学ん専攻はしていたんですけど、特になんつうんだろう、コミュニケーションが学びたいというか、なんかジェネラルな一般的な学部だから英語も学べるし、なんかそれなりに就職も探せんじゃないかなとか、そういうことを考えて来ちゃったので、そこまでそもそもコミュニケーションに興味がなかったってことがあって、そこでこっちに来てやっと自分が何勉強したいんだろうっていうのを考え出したんですけど、そこでなんか僕もともと動画を見るのがめちゃくちゃ好きで、実際にいくつか動画をこれまでも作ってきたし、今こうやって YouTube にも動画を上げていて、あ、動画面白いじゃんと思って、それでシネマを専攻してる友達に聞いたら、めちゃくちゃその動画の可能性とか、なんか動画の面白さっていうのを感じて、あ、変えるなら今かなと思って思い切って今回学部を変えることにしました。そこで留学に行く人に一つアドバイスとして、留学に何を勉強しに行くのかっていうのをまず明確にしていくことをお勧めします。っていうのも僕もすごいこれを感じているんですけど、留学に英語を勉強しに行くってめちゃくちゃコスパが悪いんですよね。もちろん日本で勉強、留学に行くだけのお金を日本でかけたら、留学に行くよりも英語を話せるようになりますし、それせっかくそれだけの大金を払って来ているんだからのもあるし、せっかくの大学の限られた時間なので、その海外に行ってやりたいことをしっかり、何を学びたいんだろうとか、別に学びじゃなくてもどういう生活をしたいんだろうっていうのをちゃんと明確にしていったらいいんじゃないかなって思います。僕自身それこそコミュニケーション学を専攻してたぐらいで、英語を勉強できればいいかなぐらいの感じだったんですけど、今回その自分が本当に何をやりたいかをしっかり考えて学部を変えて、結局結果自分変えてよかったなと思ってるし、しかもなんかそのやりたいことをちゃんと学べるとか、動画とか映画を学校で勉強してたら絶対に全部授業忙しくても楽しいし、だからその学校に行ってずっとエッセイを書いてるんじゃなくて、外に出て映像を作って、そういう友達と一緒に役を演じたりとか、そういうのすらも楽しいし、だから自分のやりたいことをしっかり本当に持って留学に行けば、どんなに忙しくても、充実した生活は送れるんじゃないかなって思います。そしてもう一個ポイントとして、アメリカの大学に限った話かもしれないんですけど、すごく学部を変えるのが簡単です。なんていうんだろう、例えばこんぐらいの紙1枚に、僕の場合は名前と学籍番号と元のメジャーとこれから変えるメジャーを書くだけで、あと成績表をプリントして一緒に提出したら、もうそれで終わりで勝手に学部が変わるので、そんなに日本みたいにそういう試験を受けてとかそういう感じではないので、めちゃくちゃ簡単に学部を変えることができます。それぐらいみんな大学生のうちに何をやりたいかっていうのを考えて変えるっていうような、そういう文化があるような大学なので、アメリカの大学に来たら別にちゃんと自分のやりたいことを考えれば学部を変えることも可能であると思いますし、もしかしたらこのサンフランシスコの大学だけかもしれないんですけど、多分他の大学でもそうだと思います。しかも4年間とか来るんだったら、最初の 1,2 年は GE っつって、ジェネラルエデュケーションの、その一般教養をめちゃくちゃ勉強するので、その間に自分がやりたいことも考えられますし、まあでもトランスファーとかそういう転学をするのであれば、ちゃんとメジャーは決めてくるべきなんですけど、まあ、それにしても学部はめちゃくちゃ簡単に変えることができるので、そんなに重く考えずに自分のやりたいことを考えながら生活をすれば、最終的に自分のやりたいことを学べるようになると思います。ということで今回は留学先のアメリカで学部を変えてみたっていう話なんですけど、これからこの動画ももっとシネマの学部で動画を勉強して、もっとクオリティの高いものだったりとか、
ゃんと構成された動画を作っていければいいかなと思っているので、そこら辺も楽しみにしていただけたらいいと思います。というわけで今回の動画はこれぐらいにしたいと思います。こういう留学に役立ちそうな情報とか、留学先の生活を についての動画を上げていくので、よかったらチャンネル登録とかお願いします。ということでまた次回の動画で。じゃあね。